坂上二郎でございます。岡村隆でございます。アイラブクラシック楽器のルーツ、今日はピアノ編なんですがね、はい、それで楽器のルーツなんですがね、はい、じゃああらゆる楽器のルーツ、つまり最も古い人間の楽器というのは何でしょう。まあそれは私も博物館で行っていろいろ調べてまいりましたから、はあ、笛と太鼓でございますかね。あ、そういうことで、はい、あったんでありますが、はい、もっと古い楽器なんですか。私は歌うたいですから、はい、私の持論によりますと、はあ、一番古いのは人間が生まれた時から持っていた声、歌、これが一番古い楽器ですね。ああ、なるほど、そう言われてみればね。それでですね、あの人間の声にをいかにただ一人で歌ってんじゃなくて、伴奏しようかと出てきたのが相当後になって、弦のついた楽器ですね、ハープみたいなリーダーとか、はい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 、ジョーンっていって、はいはい、弦の楽器はみんな我々の伴奏のもとに声の歌の伴奏で出てきた。そしてその弦の楽器がだん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 発展してきまして、そして、立派になったのが産業革命っていうのが18世紀の半ばにあったので、その後にできたピアノフォルテピアノなんですよね。はははは、ではその博物館行ってピアノの歴史なんかもう一回ちょっと聞いてきますわ。聞いてください、はいはい、でその前にですね、はいはい、ピアニストの宮沢明子さんがこんな話をしてるんで、はい、ちょっとまあ聞いてください。それを聞いてから行けばいいですね。そうです、はい、わかりました。今日はこれから坂上さんが楽器博物館に出かけて一生懸命ピアノのルーツを勉強されるそうです。じゃあ私から3つのそれぞれ異なった時代にそれぞれ異なった楽器のために書かれた作品をちょっと触りだけお聞かせしましょう。最初はモーツァルトのクラフィアストゥッケです。それからチェンバロのために書かれたジャン・フィリップ・ラモーのタンブランです。そしてダブルエスケープメント完成後の作品でショパンの夜奏曲です。その時代の楽器がどんな音だったのか聞いてきてください。はい、また一つピアノの歴史などをお聞かせくださいませ。はい、はい、まあピアノはね、はい、あの楽器の王様なんて言われてますけど、はあ、あの出来上がってから今に至るまでせいぜい300年も経っていないんですよね、はあ、で何でもそうなんですけど物には始めがありまして、ええ、まあ、最初はどっちかというと曲がり生活から始めたようなピアノなんですけど。曲がり生活、はい、面白い表現ですね、はい、どういうことなんですか。後でね、見ていただきますけど、チェンバロの本体をそっくり借りまして、はい、それでハンマーを組み込んだという。ですからその辺 の, あの、まあ、人のいろんな夢だとか情熱を傾けて今の今は押しも押される楽器の王様って感じでしょ、はい、そこに行くまでの姿を今日はちょっと見ていただこうと思ってるんですよ。わかりました。ぜひとも一つ、はい、楽しみでございます、はい、よろしくどうぞ。大変珍しいですね。これもピアノなんですか。ピアノではありませんけどね、クラビコードと言いますけどね、1600年代のものなんですよね。クラビコード、そうです。鍵盤がついてるもので、ですからクラビですね。これ木なんです実は。そうですよね。もともとはここは白かったんですけど白い木を張ってますんで、はあ、でもだいぶこう艶が出てきてますね、はあ、こちらを黒く塗ってありました、はあ、でこんなに減ってしまってますね、はあ、相当これね練習ね、この辺ばっかり練習したような感じですけど、ね、年代ものとしてはそうですね。
1600年ぐらいですか。でそうです、はあ、でこれを押しますと向こうのタンジェントって言いますけど一つの弦を打つようになってますけど実はこの鍵盤装置を外したところを想像してみたらどうでしょうか。この中を外したとしますね。外しますね。ただ弦が張ってあるだけですね、はい、これギターにもなると思います。チターのような楽器になりますし日本で言ったら琴と同じですよね。それにこういう装置これ鍵盤装置ですが、はい、つけたわけです。模型がこちらにあります、はい、ちょっとじゃあ見せてください。どういう仕組みになっているのか。もう簡単なテコの原理ですね、はい、シーソーと同じです。こちらを押しますと向こうの、まあ、釘のようなタンジェントというような弦を上げる突き上げる、はい、これで音が出るということです。でただ弦はこれはあの半音ずつ高くなったり低くなったりするように調律してあるだけですよね。これが、まあ、鍵盤楽器の、まあ、初歩的な考え方です。意外にこう簡単な。そうです。ただ面白いやるとしましてねビブラートができるんですね。ここ揺すりますとね。でも今ピアノでビブラートは効かないでしょ。効きません。これは打弦と言いましてすぐハンマーが落ちるようにそれをエスケープメントと言いますけどねその工夫がなされてるんですね。この場合はビブラートは聞きますね。やっぱり大きな音とか豊かな音というのは打ってすぐ外れるということが大事ですからこれは抑えっぱなしですから。あ大事な音はすぐこれが落ちるという仕組みです。そうです。その辺の、過程はこれから見ることになります。そうですか、はい、いや珍しいですね。これだいたい白でねここが黒なんですが、はい、これあべこべで本当ですね。あの16世紀とか17世紀の頃ですね、はい、はあの鍵盤楽器っていうのは宮廷のもんだったんですよね、はあ、で宮廷ってとこはやっぱり贅沢をするっていうのが高価なものを置きますでしょう、はい、でこういうこれも弦楽器の一種だと思いますけど、はい、ピアノなんかもね、はい、あの共鳴板が一番の命なんですがこれは松の正芽を使うんです。え松の正芽ですね。さっき先週のバイオリンでも見ましたよね、はい、それで鍵盤のこの装置のところは、まあ、残ったっていう言い方おかしいですけど板目の部分を使いまして、はい、板目っていうのは狂いが少ないんですって。鍵盤って長いですから、はい、で松は柔らかいですからね、はい、それで先ほどのあのクラビコードがそうでしたけど少し爪で減ってましたでしょう、はい、で硬いものを貼るという習慣があったんです。で宮廷ですからね高価なものってやっぱりありましてねよそよりも贅沢物を貼りたいって見栄があるんでしょうね。で当時硬くて高価なものは黒炭と象牙なんですね、ええ、で黒炭の方がどちらかというとあの量が多かったですから、ええ、面積の多い方に黒炭を貼りましてこちらに象牙を貼りました。ところでこれ先ほどのクラビコードというのは弦を直接打ちましたね、はい、これは弾く仕掛けがしてあるんですね。先ほどのは押すと上にポンとして音が出ましたね、はい、今度はあるもの爪が弾く仕掛けをしてあります。こういうふうにですか。そうです。ちょっとお見せしますけどね、はい、であこれちょっと 音的にもなんかね傷つき的な、ね、違いますね、ええ、こういう仕掛けになってます。これは長いですよね、はい、この先に今のこれはジャックって言いますが爪の部分ここに爪がありますわ、はい、これが引っかくようになってるんです。はこういう仕掛けがここに組み込んであるわけですね。はなるほどね、引っかくこう爪でポン、なるほど。で先ほど僕これチェンバロって言ってしまいましたけど、はい、実はちっちゃいもんですからね、はい、スピネットって言うんです正式には。スピネット、でチェンバロって言葉もね、あの国によって言い方が違うもんですから僕たちなんかも間違いやすいことあるんですけどね、はい、小さいのスピネットでしょ、はい、それで大きなもの、まあ、宮廷用って言っていいと思いますが、はい、大きなものは、イタリア語ドイツ語でチェンバロって言うんです。でフランス語でクラブサンって言うんです。それで英語でハープシコードって言うんですね。でみんな同じもんなんですけど言葉が違うと違う楽器のように思えてしまう、ね、思います、そうするとやっぱりピアノとの音っていうのはチェンバロの方は引っかくわけですからそういう音になるわけですか。ですから何て言うんでしょうか輝かしいっていうのかもうすぐ音が消えてしまいますけど輝かしい音がしますね。ピアノの場合はいいえチェンバロの方チェンバロの方はい。ですから
むしろ宮廷的な華やかさっていう点ではチェンバロの方が当時は良かったわけです。なるほどね。いや実はね、この今あのハープシコードチェンバロですか、はい、これでね私があの宮沢先生にですね、あのチェンバロでね、何か一つ一郎さん曲を聴いてきなさいよって言われたんですよ。何か宿題があるんですか。でね私もね覚えられないんでねこう書いてきたんですけどね、ジャン・フィップ・ラモークラブス3曲集よりタンブランっていうの。ああそうですか。これはちょっとそれ演奏するには小さいですから、はあ、大きなチェンバロでこれから演奏してもらいましょう。よろしく一つお願いいたします、はい。なんていう音って言えばいいんでしょうかね、あの なんか音がこう散っていくような感じもしないことはないですけど、あの細いかもしれませんけど歯切れは良いでしょうね。これ歯切れはいいんですかね。はい、はあ、あの爪で引っかく感じがしますからね、はあ、ピアノはなんとなくピアノはどっちかって言えばグラマーって言葉がいいかわからないけど、あの豊かな響きって感じがしますでしょ、はあ、本当にこれだけ違いがね分かりますね、はい、飽きるとね、はいはい、これもあのそうしますとチェンバロのこれはちょっとまた大きいやつだとかそういうことですか。鍵盤とかね同じ色がしてますもんね、でも実はこれはハンマーフリューゲル、ハンマーピアノなんですね。ピアノですか。はい、それでモーツァルトの時代のモーツァルトが多分使ってたであろうというピアノのコピーなんですよ。これ ペタルはどこにあるんですか。ペタルも見えませんね、でもあるんですよ、はあ、どこにあるんですか。膝ペタルって言いましてね、これを足が長かったんでしょうかね、膝をで持ち上げることによって結局こういうことですか。そうです、こういうふうにして持ち上げてたんですか、はい、今のペタルの方が合理的にはできていますけど機能的には同じことです。はあ、ペタルがこんなところについてるんですか、はい、で当時のピアノはですね、あのチェンバロ、先ほど歯切れの良い音がしましたけど、はいはい、チェンバロの本体に、あれはジャックって言いまして爪が引っかく仕掛けがありましたね、今度ハンマーが打つ仕掛けがありまして、これは実はあのクリストフォリが1709年にピアノを開発してるんですが、はい、クリストフォリの改良したピアノ1740年くらいでしょうかね。どこが違うんですか。こうなってます。ですから実際にはハンマーはこれなんですが、これをここが直接、まあ、実際には間接的に突き上げるんです、はあ、それでこれが落っこちる仕組みとしてここのところが、まあ、エスケープメントって言いますけどすぐ離れる状態にこういうことを考えてるんですね、はあ、ですからこういう仕組みを、まあ、引っかくあのチェンバロの仕組みの代わりにはめ込んだのが初期のピアノです。これは何の。これはダンパーって言いまして、その後音を消すようになってるんですね、はあはあ、チェンバロは引っかきますんで音がすぐあの弾く楽器と同じですから。これがハンマーで叩くと、はい、これが上に上がるわけですね。そうです、上がってこれが降りた時にもこれがこれはポッと落ちますね、はあはあ、こういう形、ええ、はあ、これによって実はピアノのことピアノフォルテって言うんですが、大きい音も出せる小さい音も出せる、ですから豊かに響かせるためにこういう仕掛けが必要だったわけです。でもっとそれをあの詳しく言いますとね、はい、ドイツ語ではハンマーフリューゲルって言うんですよ。ハンマーフリューゲル、フリューゲルってのは鳥の翼って意味がありまして、形がほら翼に似てますでしょ。低い音はもちろん長くなります、高い音になればだんだん弦が短くなりますね、その放射線が。なるほど。で将来はこれをいかに豊かにな音にするかというねことの課題があったんですが、実は1700年代というのはまだまだそのチェンバロというピアノというのはチェンバロの機能を追い求めてた時代なんです。ですからこういう白黒もそうなんですけどね、言ってみますとすごく大まかに分けますとね、1800年を境に考えて結構なんですよ、はい、で1800年よりも前はチェンバロの時代と考えて結構です。で1800年から後は今度ピアノフォルテの時代と考えて結構です。でもっとそこをどうやって区別するかって言いますとね、はい、音楽家の頭にカツラがあるかないかで区別してもいいんですね。そういえばモーツァルトなんかカツラかぶってましたね。そうです、モーツァルトはちょうどその間になりますけど、ハイドンより昔の人はみんなカツラを
かぶりまして、はい、で宮廷で生活したということなんです。それで最初にピアノを使ったのはモーツァルトだと見てもいいと思います。モーツァルトで今ふっと思い出したんですけどね、これも矢沢先生の宿題なんでございますよね。ね、モーツァルトのクラビエ四足家からヘ長調というやつをお願いしたいと、はい、じゃあ、小島さんにピアノを弾いてもらうようにします。小島さんお願いします。よいしょ、こんなもんでよろしいでしょうか。はい、しかし宮沢先生がお弾きになった現代のピアノですか、よりはちょっと音がやっぱ軽 い, という軽いし明るい繊細でしょうかね、はあ、モーツァルトはやっぱりフレーズを歌えるってことでピアノの方がチェンバレよりも好きだったようですよ、はあ、そうですか、はあ、はい、まあピアノらしくなったといえばそういう感じも、そうですね、チェンバレを起こしましてピアノの時代に入りましたよね、はい、これが1800年代の前半の楽器ですね。ということは作曲家でいうとどの時代？シューベルト、ベートーベン、そのちょっと後くらいでしょうかね。で、向こうが1800年代の後半で、うん、まあ今から120年くらい前、これでも180年は経っています。そんなにね、うん。音の違いっていうのをね、聞き比べてみたいと思うんですよね。やっぱり違ってくるわけですかね。と思いますけど。そうですか。はい、じゃあ早速小島さんにお願いします。よろしくどうぞ。これよりも向こうの方がやや新しい現代に近いわけですね。でも今から150年くらい前ですよね。150年くらい前でもうやや音は現代のピアノに近づきつつありますね。ますね、その辺 の, 仕掛けをちょっと見てみたいと思いますけど、はい、よろしくお願いします。分かりやすく見ていただくために蓋を取ってしまいました、はい、でこの時代1840年くらいなんですけど、はあ、まだフレームは木なんですよね、はあはあ、枠組みが、はいはい、ですけど弦がもう3本入ってきてます。一つの音に3本の弦が張ってあります、はあ、それから低い音をこう充実させたいために、ね、巻き線が真鍮なんですがこう細い弦を巻いてありますね、はい、巻き線と言いますけど、はい、これができてきてます、はい、それからハンマーのシステムなんですけどね、はい、この中に入っているんですけど、はい、これウィンナーアクションって言うんですよ。ああこういうちょっとこれも全然違ってきましたね、はい、先ほどからあると、こういう、まあ、一体になってますけどね、こんなものが入っています。しかしこれがまたこれよりも 3,40 年経ちますと、はい、あちらなんですけどね、はい、どうでしょうか。ちょっとグロテスクって言えばあれですけど枠組みが、そうなんですよ、張力との戦いっていうのがちょっとありますから、音を豊かに大きくするっていうのがありますんでね、そのためには張力を強くしなきゃいけない。でこれは鋳物なんです、
はあ、そんなちょっと木じゃなくてね、はい、鋳物のフレームになってきてまして、補強棒が入ってますことと、はい、さらにここにこんな補強棒、後からこれはつけたんでしょうね。どん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 中が変わってきますね、はい、それから低い音をもっと豊かにするために巻き線が太くなってきますよね。太くなってきてますね。から弦の数もこれで85本です。この3本は変わらないみたいですけどね。そうですね、ええ、あの線も800年代の最初の頃にこう固定しましたから、で85件ということは今よりも3本少ないだけですね。で今度仕掛けがだいぶ複雑になってきまして、どこが違うんですか。これはね、ダブルエスケープメントって言いますけど、ここにテコの原料をたくさん使うことによってすぐ落ちて早く連打が効くって言うんですけどね。あ、なるほど、ここまで来たんです。これがリストの時代です。ダブルエスケープメント、非常にまあ言いづらいんでございますが、それがまあ装置ということになりますね。あ、そうだ、ダブルエスケープメントといえば、あの宮沢さんがですね、そのダブルエスケープメントの完成後の一つ曲をなんか聴いてこいって言われたような気がするんですけど、それはどういうふうになりますかね。ショパンでしょうか。ちょっと待ってくださいね、私ね、ちょっとね、覚えづらいで書いてたんですね、あ、ショパンのノクターンですね。なるほど、はい、ショパンと言いますとね、はい、そのサロン的な雰囲気が出た方がいいと思いますね、はあ、そんな雰囲気にぴったりのピアノがありますんでね、はあはあ、聞いていただきましょうかね。そうですか、はい、よろしくお願いします。私はね、このショパンのノクターンというとね、あの愛情物語というね、うん、映画のね、あのこの画面が浮かび上がってくるんですけどね。しかしあのもうあの私もね、今ちょっとね、あの今あの疑問に感じる、まあ、はい、まあ、愚問かもしれませんけどね、はい、あのよくピアノでアップライトとグランドピアノって言いますね、はいはい、まあ、それは見れば分かりますよ、グランドピアノはこの蓋付きでね、でアップライトってのはこういう形してますけど、あれはどういうことなんでしょうかね。もう一番大あの主目的というのは場所の節約じゃないでしょうかね。それでもう1800年代くらいにあのヨーロッパでもそういう楽器が生まれてるんです、はあ、あのハンマーフリーゲル、翼の形って先ほどから僕お話しましたけど、はいはい、あれを立てればキリンの形に似ますでしょう。こう寝てますわね、はい、で翼の形でこうなってますね、はい、これをこう立てるわけですか。ですね、天井が低いとダメですね。そうですね、いろんな形のじゃあピアノというのはあるわけですね。そうです、ですからまあピアノはもともとステータスなものっていうのか、貴族だとかブルジュアが持ってたものなんですが、はい、それをもう立てて家具的にいろんな形にしたピアノがあります。ああ、そうですか。ですけど本来はやっぱりグランドピアノが主流、ピアノの、あの主流でしょうね。そうですか、はい、まあアップライトは、まあ、だから今アップライトで大体グランドピアノがね、まあ普通の家庭ではアップライトで、そうですね、まあちょっと広いお家ですとグランドピアノ、はい、そういうことでございますね、はい、これでまあ大体あのピアノの歴史も私も分かったような気がいたしますんでございますけど、まだまだでも調べてみると奥は深いものじゃないかと思いますが、これだけの時間でちょっとあの皆様方にご説明するのもなんでございますけど、いかがでございましたでしょうか。本当に長い間小沢千尋先生でございました。ありがとうございました。ピアノの歴史、あのいろいろと調べてまいりました。じゃあ一つ復習、はい、ピアノフォルテと、どうしてあのピアノのことを言うんですか。ピアノというのは弱く、うん、フォルテというのは強く、うん、まあその一つの楽器で全部その音が出るということで、うん、ピアノフォルテ、その通り、これが正式なピアノの名称ですね。優秀な生徒です、ね、大したもんですよ、ね、でまあ今回はですね、はい、
笛、太鼓、それから弦楽器、そしてピアノと、はい、秘密を探っていただいたわけですけども、はい、他にもいろんな楽器ありましたね。ありますね、それにもね、勉強したようなエピソードとかね、秘密があると思うんで。あると思いますよ、それだけの今までの楽器だけじゃなくて、いろんな楽器にぜひこれからも興味を持っていただきたいと。もう私も興味をもう持ちました。持ちました。はい、はい、はい、さすが優秀な学生です。それが一括した場合は何て言うんですか。それがオーケストラでございますから。なるほど。次回はぜひこのオーケストラをですね、はい、勉強していただきたいと思います、はい、どうぞ皆さんお楽しみに、はい、番組は終わりませんよ、はい、恒例のようにですね、この最後には音楽用語に使われているイタリア語のワンポイントレッスンです。さあコーチ、スニョラロザンナ、エコミクイディヌアボ、エコミクイディヌアボ、また現れました。あ、私も全然わかりません。私だけわからないような。はい、はい、じゃあ今日の音楽用語、ソットボーチ、はい、これは弱く、音楽用語では弱く、弱くですか。弱く、ま、ピアノとどういう意味が違う。ピアノも弱くじゃないですか。ほとんど同じです。ボーチっていうのは声ですね、はい、でソットっていうのはボーチよりも声よりも下っていう、だ声にならない声みたいな意味なんですね。声よりも下、声の下、下、正確に訳すと、言葉通りに訳すと、うん、でこれはですね、例えば普通の会話で使う場合は、まあ、赤ちゃんがやっと寝た、旦那さん帰ってきた、ただいまって言ったりしますよね。パラソットウォーチケン、ビンボシスベリアって言います。ああ、子供が起きるから、あのちっちゃい声で喋れって言うんですね。だからこれが普通の声だとすると、もっとちっちゃな声の下を使ってやれって、この声じゃなくて、いそいそこの声でもってやんないと子供が聞く。じゃあ音楽で、例えば声楽で歌ってますね、うん、まあその楽器でもそうですけど、うん、じゃあ声を出した場合は、あの歌の場合、このソットボーチが出た場合はどういう歌い方するんですか。まあそうですね、例えばエラハイゼフリーエンマハイネソットこういう風になります。もうほとんどじゃあ聞き取れないぐらいです。ささやきみたいな。まあ、ささやきみたいなもんですよね。ささやきみたいなもんですよね。はい。さあおさらいです。はい。ソットボーチ。ソットボーチ。ソットボーチ。はい。それでは皆さん、また。